はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さんはドラゴンズバインドというカードをご存知でしょうか。これなんかね、あの OCG の方で結構話題になってるらしくて、あの OCG の方ではバニティスペースっていうね、虚無空間が禁止になったじゃないですか。あの特殊召喚できなくさせる、あのクソトラップカード、相手も自分も特殊召喚ができねえよっていう、このこれね、これが禁止になったじゃないですか。でなんか OCG の方ではこのカードがあの虚無空間の代わりになるんじゃないかって言われてるんですよね、どうやら。で今回は、マスターテールでもこのカードを使おうと思って、デッキを組んできました。これどういうことかっていうと、自分のフィールドの攻撃力、守備力が2500以下のドラゴン族モンスター一体を対象としてこのカードを発動することができますよと。このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、お互いにその対象に取ったドラゴン族モンスターの元々の攻撃力以下のモンスターを特殊召喚ができないと。要するに2500以下のモンスターは特殊召喚ができません。はい。で対象のモンスターがフィールドから離れた時にこのカードを破壊されるっていう効果になってるんですけども、これをね発動したくて、今日はあの束縛したくて、だからこれを発動して、はいお前特殊召喚できないっていうことがしたくて、まあどういう、まあそのデッキが相性いいかって思ったんですけれども、まあ2500、攻守が2500以下っていうことで、まあ、2500が一番やっぱ最大打点だと思うんですよね。まあ一応その、まあ、3000とか4000とかのモンスターをあの打点を下げて、対象にとってもいいんですけども、そっちの方が強いんだけど、まあそれするとコンボパーツ多くなっちゃうし、ということで、まあブルーアイスとか、あとまあレッドアイスとか、その地形版も相性はいいと思うんですが、検索していたら、あの最強モンスターがいまして、ポン出しできる、新スターダストドラゴンってやつがいたんですよ。これ2500なんですよね、ちょうど。なので、新スターダストドラゴンに、ドラゴンズ、バインド打って、相手の、あの展開を止めながら自分は、新モンスター、まあ、打点高いですから新モンスターっていうのは新を出して、あの異常に展開していくっていう、まあ、そういう、デッキにしていきました。はい。やりたい動きは新スターダストとパラダイムを引いて、であとドラゴンズバインドとフィールド魔法系ですねも引いて、ドラゴンズバインドの相手の展開だけ阻害しながら自分だけめっちゃその打点高いやつ出してぶん殴っていくと。でスキドレとか、ドラゴンズバインドの相手の動きを抑制していくっていう、そういう構築にしております。ライトニングストームとハープの羽暴起はあの神戦でなんとかするしかありません。はい、頑張りましょう。デュエルスタンバイ。あー悪くね、これはまあ悪くはね、テリトリー発動、これとりあえずさ、テリトリーとかいうカードが来ないと何もできないの。新デッキやばすぎますよね、これ。まあこれでも強化されてるって結構やばいですけどね。とりあえずパラドックスギアと新サイバーエンドドラゴンを墓地に送り、カードを2枚ドローするぜ。これにあのウララって言われたら本当にされんだあドラゴンズマインド来た。新セレクターを発動、これ強いな、これはねバリ強いですね。新パラドックスギアと新サイバーエンドドラゴンを除外し、除外したカードとカード名が異なる新カードを手札に加えることができる。これによって俺は新スターダストドラゴンと新パラダイムドラゴンを手札に加えさせてもらうぜ。行くぞ歴戦のデュエリストよ。私はスターダストドラゴンをゲームから除外し、現れよ新スターダストドラゴン、そして新パラダイムドラゴンを特殊召喚、エクストラデッキの新シンクロモンスターを1体除外し、そして新パラダイムドラゴンを特殊召喚し、新パラダイムドラゴンの効果発動、除外されているシンクロモンスターをデッキに戻し、あ違う、新カードを墓地に送り叩き落とし、除外されているスターダストドラゴンをデッキに戻し、そしてスターダストドラゴンを特殊召喚、罪深き世界へようこそ。そして私はカードを1枚セット、ターンを終了。さあ貴様のターンだ。そしてドラゴンズバインドを発動、新スターダストドラゴンを対象に取り、これ以降新スターダストドラゴンの攻撃力以下のモンスターをお互いに特殊召喚することはできない。エクレシア、いいだろう、リリースする効果は使えないバリッツェバリッツェバリッツェ。私は罪深き世界新ワールドの効果により新モンスターを3枚相手に見せつけて、その中から1枚カードを手札に加えさせてもらう。そして新セレクターを発動、新セレクターの効果により再び墓地の新カードをゲームから除外することにより、カード名が異なる新カードを手札に加えさせてもらう。
これによって白の聖女エクレシアを特殊召喚したその行為、特殊召喚じゃない、召喚したその行為、一見正しいかのように見えたその選択、ただしそれは大いなる間違い。私はサイバーエンドドラゴンをゲームから除外し、新サイバーエンドドラゴンを特殊召喚バトルベース強い ガチで相手何もできてないじゃん。最強か、ドラゴンズバインの強すぎ。マロタ、ああ割と強そう。これはなんかとりあえずまずね、ハンドがね、やっぱね、そのなんかマジで4枚コンボくらいなんですよ、このコンボまあ一応最初3枚コンボっすけど、ちょあまりに弱いね、この現代遊戯王で。なんでさ、シンってさ、サーチカードないの、マジでゴミだわ。手札断殺発動するか。まず手札断殺発動して、新ワールドと、ちょスターダストドラゴン来てくんないとマジでお話にならない、これ。今、ファイナルシグマ出すしかないもん、これ。今、現状。相手デッキ何これ。え？わからん。あー、ドライトロンか。なるほど。あー、セレクター発動。あ、こっち強いね。ここは強いわ。新セレクターを発動。墓地に存在する新カードを2枚ゲームから除外することにより、デッキから新カードを手札に加えさせてもらうんです。パラダイムがいるので、新スターダストドラゴンと、そして新パラドックスギアを手札に加えさせてもらうぜ。そして私は新パラドックスギアを攻撃表示で召喚、そして新パラドックスギアの効果を発動。新パラドックスギアは自身をリリースすることにより、デッキから新パラレルギアを特殊召喚し、新モンスター1体を手札に加えるというあまりにもやべえ効果をしている。これによって新パラダイムドラゴンを手札に加えさせてもらうぜ。高校を取ったその行為、お前のその行為、一見正しいかのように見えたその行為、ただそれは大いなる間違い。私は新パラダイムドラゴンにパラレルギアをチューニング、現れよ演算機ファイナルシグマ。そして私は新スターダストドラゴンを特殊召喚、そしてスターダストドラゴンをゲームから除外し、このモンスターを守備表示で特殊召喚。ちなみに動画採用してるのどっかわかんないんですけど、これ絶対守備表示の方がいいですね。一滴で突破される可能性あるんで、この守備表示の方がいいということがわかりました。さあ、新パラダイムドラゴンの効果発動、新トゥルースドラゴンを墓地に送り、除外されているスターダストをデッキに戻し、スターダスト召喚条件を無視って特殊召喚、現れよスターダストドラゴン。これは不動優勢から奪ったカード。そして私はカードを1枚セットし、さあもう終了だ、さあお前のターンだ。ちなみにこの最強のドラゴンズバインドとかいうか、あ、ちなみにライトニングストームは、スターダストドラゴンでケアできるんで、これライスト羽根防御はケアできるんでね。そして新スターダストドラゴンを対象に取り、このモンスターの攻撃力以下のモンスターをお互いに特殊召喚することはできない。これによって相手は実質なライトニングストーム、スターダストドラゴンの効果ビクティムサンクチュアリ、この効果により相手が何らかのカードを破壊する効果を無効にすることができる。ただしスターダストは蘇生制御を満たしてないため持ってこないし、ドラゴンズバインドがあるから戻ってこない。ドライトロンファフニール、はっ、いいだろう、まずいぜ。特殊召喚されると非常に困ると。おっと、ドライトロンの儀式も魔法やばいな。ただその魔法カードで特殊召喚するモンスターは大体攻撃力が2500以下であろう。さあ、エマージェンシーサイバーの効果によって、ドライトロンを持ってくることもできるだろうが、ただ残念ながら、その持ってきたモンスターを特殊召喚することもできない。これがドラゴンズバインドの力。残念ながら非常にこの強力な場面を突破することはか、おっと、一滴きた、一滴きた、ただ一滴も効かないぜ。守備力が2000、これを突破することはできるのか。言うてドライトロンは攻撃力が2000ぐらいですか、確か。しかもなんか特殊ができないし、あ、それ1250にされたところで元々の攻撃力を参照するため、元々の攻撃力が2500。あ、これヌトソーサーザーやばくね、これ。ちょ、ヌトソーやばい、ちょ待って、ヌトスやめて、あ、違う、あー、危ねえ、ヌ
ヌトス放されたら終わってな。あぶねえ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 。よかった、ヌトス入ってないのかな。まあ、UR ですからね。さあ、新、危なかったですよ、これ。新ワールドの効果を発動。新ワールドの効果により、新モンスター、または新カード、手札に加えることができるぞ、ランダムで。私は、最強のモンスター3体を相手に見せつけて、その中からランダムで1枚手札に加える。パラドックスギア来たー！私は、パラドックスギアを攻撃表示で召喚し、あれ？間違えたわ。パラドックスギアじゃダメじゃん。そういえば特殊召喚できないんだったパラレルギア。自分の制約で自分のモンスターも特殊召喚できない。パラドックスギアを召喚したこの行為、これは大いなる間違い。さあモンスターを攻撃表示に変更しバトルフェイズだ。ユケファイナルシグマ、ユケパラダイムドラゴンでダイレクトアタック。これがドラゴンズバインドの力だ。さらばだ歴戦のデュエルスたちよ。王立魔法図書館、やべ、ゴミデッキの匂いプンプンしてきたな。うわ、ゴミデッキの匂いめっちゃする。これなんだ、図書館エグゾか。やべ、ゴミデッキの匂いプンプンしてきた。いや、チキンレース、やばい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 、ドローしすぎだなマジで。どんだけドローすんだよこいつ。もうほぼデッキねえじゃん。これあれですかね、マジでエクゾディア揃ってない系男子。エクゾディアじゃない、え、どういうこと、アフタークロー、ちょ、あ、アポリアさん、アポリアさん大逆転クイズ、あ、そういうこと、え、待って、これ次のターンあれとドローされたら俺負けるな。4000バーンとかやばい、バーンダメージ飛んでくるぞ。お、まずい、ガチアポリア来た。待って、俺さゾーンじゃないからさ、その除外されてるカード全部デッキに戻すことできないんだよね。ちょ、ガチでやばいこと起きてんな。ドローしたカードをお互いに確認し、それが2グロった場合相手に4000ダメージ、やばい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 、1万1000削りきんないといけないわけね。つまりこのターンでまずい。これだいぶいっただろ、これ1万1000あるよな。バトル、あ、2体しか負けれない、え、あれ、あ、1で9000だ、1で9000使われてた、忘れてた、あーね、あーあー、未来は変えられたようですね。